レッド川流域レッド川はアメリカ合衆国及びカナダを流れる川である。全長8 8 5キロメートルのうち6 3 6トルはアメリカ、2 4 9キロメートルはカナダの国土を流れている。支店から川口までの高低差は7 0ルある。同盟のレッド川がテキサス州とオクラホマ州の宗教を形成しているミシシッピ川支流として存在する。 このミシシッピ川水系の川と区別するために北のレッド川と呼ぶことがある。アメリカ合衆国のウォーペートン、ブレッケンリッチでのボアで、スーガード・オッター・テール川との合流点よりレッド川となり、レッドリバー渓谷を北へと進む。アメリカ合衆国のミネソタ州とノースダコタ州の宗教を形成し、ファーゴ、グランド・フォークスなどの都市を流れ、カナダのマニトバ州に入りると、 ウィニペグ市内のザ・フォークスと呼ばれる地区で西から流れくるアシニボイン川を合わせ、最後はウィニペグ湖へと注ぐ。ウィニペグ湖からはネルソン川によりハドソン湾へと注ぐ。カナダではカナダ自然保護河川に指定されている。19世紀にはイギリスの国策会社の私有地、ルパートランドの一部であるレッドリバー植民地としてレッド川は ケガワ貿易やメティ社会の中心であり、カナダの初期の発展に重要な位置にあった。そして、レッドリバー植民地に貿易拠点として最初に形成された集落が現在のウィニペグである。レッド川は融雪による春の洪水でもよく知られており、研究の対象にもなっている。ヨーロッパ人がこの地方に定住を始めてからの大規模な洪水は1826年。 1950年、1997年の3件についてのみ、一般的には議論されるが、これと同等もしくはより大規模な洪水も他に多く発生しており、それらも地勢に与える影響のため研究の対象となりうるものである。下流より記載。ありがとうございます。